どうもこれまるで,ですひたろです INY コリア v ツア Vlog ツー感想 <laughs> 今回このコリア V ログツアーでまあなんかペアとか3組とかで韓国国内観光してたじゃんうんすっごいさやっぱいろいろ言いたいことあるんだけどちょっとさ、はい、まさにフェンファンペアやばないやばいこれちょっとすごい激アツなケミが誕生したねいや本当になんか甘,甘いんよ <laughs> 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 甘いし、ふわふわないよ。そうそうそう。ラブソースウィートしてて、荒らしってたんよね、マジで。いや、本当に。いや、すごいね。ちょっとなんか、すごいドキドキしたよね。<laughs> <laughs> そう。なんか、どういう感情みたいな感じの。<laughs> <う>うん、いやー、なんかね、てか、二人とも、すごいリアコ感が強くて、うん、なんか、いろんな角度で楽しめる感じがやばいなーと思って、本当に。<laughs> わ <laughs> かる。本当にやばいっておっしゃってたもんね、打ち合わせの時も。いや、本当に。いや、まさにーもやばいし、フェンファンもやばいし、ペアもやばいし、みたいな。<うん S 2> そのケミもやばいし、みたいな。わかる。てか、フェンファンさ、なんかもうさ、練習の時ってやっぱフェンファンってちょっとピリピリして真面目で、結構さ、練習熱心だし、なんかあんまり可愛い一面とかってなかなか見られなかったんだけど。オーディション中ね。うん。なにこれ。いや、そうな。あれヤ山やん、フェンファンってだってさ。そう。そのギャップにもやられい <laughs> れるしそう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 なんかもうまさにやまさにでとろとろだしさあの前髪からもトとろとろしとるんよもう <laughs> そうてかいいあのまさにのふわふわの前髪やばくないやばいやばいやばいめっちゃ似合うなんかまさにってさあのさポニョのソスケの髪型か、うん、なんかちょっとセンター分けでピンクかみたいなさちょっと短めだったじゃんオーディション中はうん、うん、だけどいい感じに伸びてさちょっとなんかスタイリングでふわふわでさパーマっぽくしてさ、うん、あんなみんな 女の子好きなやつじゃん <laughs> そうだ <laughs> <laughs> そうなんよ。で、それでいて、なんかさ、ダンスで鍛えられたあの、体のさ、筋肉質な感じが、絶対リアコなんよ。うん、めちゃ。いやー、あれはリアコだね。いやー、ちょっとねー、ほいほいよ。あれも新規ほいほいだわと思ったわ。そうだね。ちょっとあのまさに見て好きにならん人おらんぐらいのやばさだよね。いや、ほんとに。ほんとに。もう、てかもう、二人もやばかった。なんか、すごかったね、あの Vlog。いや、すごい、なんか、すごいもの見た感じ。なんか、でも見ちゃいけい。 いけない感じもしたしなん,うんだろうなんだろうなんだろうわかるわ見,て見てはいけないものを見た感じもするしでもすごい見たいしみたいななんか。いや本当になんか、えー、本当あの写真館の時さマジで近いしさ、うん、でもなんかピンクの雰囲気になるじゃなく <laughs> 背景とか,か <laughs> それより引き立ててさ <laughs>、これ実際 <laughs> だからさっき言ったけど、本当見て大丈夫なんかなって気持ちになったしさ、うん。ちょっとね、すごい発見というか、面白いというか、これ好きな人多いんじゃないかなとって思ったよね。そうだね。うん。てかね、どの、どのペアもでもね、今回面白かったよね。そう。この二人だけじゃなくて、他のペアもやばかったよね。うん、やばかった、やばかった。そう。で、やっぱちょっと僕はね、高巻をね、ちょっと押させていただくんだけど。いや高巻もよかったよ。めちゃくちゃ。 そう、なんか裏切らない感じ、期待を。私、ヒーロー・ムーはもちろん好きだけど、なんか、高巻で、高巻ペアでは、そこまで詳しくはないじゃん。うん,う,んうん。そう、だから、なんか、この二人のを見たら、なんか、ヒロムのふわふわ感。ヒロムもふわふわしてるんよ、結構。あー、そうね。で、その、きょうちゃんの心許してる感もあって、それがね、すごい、私見ててね、めちゃくちゃいいな、このペアって思った。そう。なんか、いいよね、なんか双子感なんか、なんつうの、なんかもう、かわいいんよ。あ、ちょっと、かわいい。かわいい。 ね。で、なんかたまにさ、きょうちゃんが出てる塩対応な感じもすごく良くないあ、そう。そうなんそう。なんかさ、きょうちゃんがちょっとさ、はいはいみたいな冷静な感じで返す感じも本当に仲良くないとできない感じうーん。そう。なんかさ、この二人さっきのそのひろむがほわほわって、ほわほわって言ったけどさ、なんか、うん、そうなんか日文時はさ、なんかきょうちゃんがなんかおとなしくて、ほわほわっとしてたけど、なんか実はちょっと S っぽい感じだし、うん。ひろむはなんかちょっとなんかストイックで、 うん、結構キリッとした感じだけど、実はちょっとほわほわみたいな、そのギャップ、二人の。うんうん、なんかちょっとそのギャップがいいよね。そう、なんかオーディションの時とちょっと違う感じがいいよね。なんか新しい発見というか、私はね。うん。そう、すごい、それが見てて、ああ、こういう感じなの、なるほどっていう感じがしたいよね。うん。わかる、なんかさ、本当に二人が一瞬デビューしてくれてよかったなって、なんか改めて、なんか何回もとか一生思うんだけど、<laughs> <laughs> なんか。そう、そうね。 <laughs> なんかさ、ヒロムってデビュー評価の前まではさ、順位危なかったじゃん。うんうん、そう。だから本当にこの二人が離れ離れにならなくてよかったなって、しみじみと。ねえ。ヒロムかわいい。ヒロムかわいい。いや、本当に <laughs>、うん。え、待って、ヒーロームーのヒーヨーコーがかわいい。<laughs> <laughs> ね。スマホケースでね。ひよこちゃんで INI って文字作るヒロムね。めちゃくちゃ可愛いもんね、あれ。ね。なんかめちゃくちゃ頑張ってたよね。でも頑張ってたけど、なかなかちょっと INI っていう見にくかったっていうね。うん。ちょっと大きいもんね、<laughs> ひよこ <laughs> そうそうそう。窮屈なんよ。でもそれがまた可愛かったね。うん、可愛かった。あとはね、高巻といえば猫、ね、カフェだよね。あ、もうあそこもすっごい可愛かった。ねふわふわだったよね。いや、本当にね、あの、なんか猫ちゃんだ、みたいな。ちょっとテンション上がる でしょ猫見た時に猫ちゃんはさその感じも可愛いしさ、うん、でやっぱペットショップ店員の血が騒ぐのがさ <laughs> なんかトローンとした感じになるじゃんちょっと動物さんだなみたいなちょっとバカ <laughs> <laughs> にテレビしてるよしくおけどえすごい可愛いねと思っとるわ <laughs> かるわかるわかるめちゃくちゃいいよねうん,うんなんか動物にやっぱ慣れてるからさやっぱりなんか優しい感じも伝わってくるしねそうやっぱヒロムってそのさペットショップ店員に悪い人はいないみたいな動物好きに悪い 人はいないみたいなことをうちらさ動画の時にオーディション中からちょっと言ってたような気がするんよ言ってたしかもなんなり一番最初の A クラス特集で言った気がする <laughs> スーパー懐かしいじゃん <laughs> 懐かしいね、うん、そうだからそのなんか感じを思い出したやっぱそうだよなっていううんうんわかるわかるしかもさこの二人ってさ結構ずっと終始さわち,わちゃわちゃキャッキャしてるけど、うん、なんか猫カフェでなんか少しさちょっと離れてお互いがさお互いさ猫と戯れてたじゃん、うん、なんか離れて なんかその感じもいいよね。んうんう,んうん。なんか一緒にいるけど、お互いがさ、それぞれの猫を触ってて、その独特な空気流れてる感じが、もうなんか熟年カップル感。いや、わかる。家族、家族もはや。そう。なんかさ、別に一緒にいるけど、別に同じことしなくても、もう、落ち着いた空気なんよ。う,んうん、うーん、わかるわかる。そう、その二人にしか出せない空気の感じがね、めちゃくちゃいいよね。いや、めちゃくちゃいいよね。でさ、パジとリヒト。うん。ここもふわふわなんよ。 そうななんかさ、意味はふわふわしかいないのかな今んとこ。そうそうそう。なんかふわふわだよね。いや、すごくいいんだけど、めちゃくちゃもう癒されるんよね、ふわふわで。うん、そう、わかるわかる。でも、まあ、多分、タジがふわふわだから、リヒトってさ、結構陽キャでさ、結構ガヤもできるじゃん。ううんんだけど、なんか、翔悟くみたいな、そのタジといる時のリヒトはなんかふわふわなんよ。やっぱ釣られちゃうんかね。うん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 。なんかさ、タジが注文するときに積極的に注文する 注文してあげてああ、げる感じめっちゃ良くないあ分かる。しかも韓国語できるしねそう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 。それがねなんか絶対ファンはね燃えてるんだろうなあと思いながら見てたうんうん分かる分かるでもさそもそもこのカフェ巡りさ割とシンプルじゃん Vlog の中他のツアーのとこに比べるとでもなんかたださ食べて楽しそうにドリンクを飲んでるだけでめちゃくちゃ癒されるんよねうん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 分かる分かるねなんか話ちょっとまあ中心でそれがいいんよなんか友達同士みたいな感じの感じ 会話でさうん、うん、こういうの好きだもんねファンはね。そうそうそう。で特にさ後半さタジが韓国の練習生だった時のなんか演技の勉強の話とかしてたじゃん。なんかあの感じとかのなんか流れもめちゃくちゃスムーズでさ、いやなんか本当友達なんかの私って思ってきたの見てて、<laughs> 違うんだけど <laughs> なんか <laughs> そうなんか本当友達にしか言わないような話っぽい雰囲気だったから、うん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 。そうそれがねなんかすごい尊いわ。わかる。しかもそれ結構多分わから多分だけど初めて話した。 たことじゃんきっとうんうん、なんか初めて聞く情報だったしなんかそういうのをさらっと言ってくれるのも嬉しかったなそうそうなんよね、うん、いいよねいいめっちゃよかったでも本当に最近のカフェはさあんなおしゃれな砂場カフェとかちょっともう <laughs> 謎くてさ <laughs> <laughs>、えー、足元砂なんだねそうだね <laughs> ね、韓国ってさ、本当に、おしゃれなさ、食べ物とか、その今で言う映えみたいなさ、うん、おしゃれなカフェみたいなのがすごく多いって言うよね。うん。なんか行ってみたくなるよね、こういうの見るとね。うん、行きたい行きたい。でも多すぎてマジで回れなさそう。うんうん。あとやっぱりリヒトはさ、すごい、なんか陽キャなさ、やっぱりウェイウェイ系かと思いきや、ちゃんとさ、人の話もちゃんとよく聞くしさ、うん。なんかいい弟感っていうかさ、うん、なんか、寄り添ってあげてる感じがすごい良かったな。あ、そうだよね。 バランサーっていうのかななんだろうね。うん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 。うん、なんかリヒトもふわふわしてんのがいいよね。そう、リヒトもね、意外とふわふわ系なんよね。うん。で、次が西くんと雄大。ここもすごいなんか楽しそうな感じが良かったよね。ね。なんかさ、この二人ってさ、あんまり見たことなかったんだけど、うん。え、すごいいいペアだったね。ね。なんか雄大のさ、あの、ちょっとラフな感じ、フランクな感じ。うん。で、西くんがほんと絶妙に相変わらず面白くない感じもいいよね。<laughs> わ <laughs> かるわかる。しかもさ、雄大ってほんとさ、周りよく見てるし、なんかちゃんとボケ全部拾うんよね。うんうーん <laughs> <laughs> そうそう。で、ちゃんと的確に突っ込むっていうかさ。うん、うん。いい、好きや、あの雄大。なんかさ、西くんが階段をすごい登って、早く来いよみたいな。早く来てよみたいなこと言った時に、うん、なんかもう嫌いになりそうみたいなところとか、うん、めっちゃあったかも。そうそうそう,そう。わ <laughs> かるわかる。あー、マジで嫌いそうなとあれしょ、なんかグリコだっけなんかさ。<laughs> そう、なんか。<laughs> パイナップルだ。パイナップル、パイナップル。<laughs> そう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 。パイナップルでプルプルプルみたいな感じでさ。そう。 <laughs> そうなんかそう全部ね西君のボケを全部拾ってくれるんよ雄大はあそ,そのコンビもすごい面白いから<の>新しい発見というか良かったよねいいなんかさ日プーの時はさもう全然両極端にいる2人だったじゃん <laughs> そうだね <laughs> いや絶対さ絶対仲良くならないだろうし交わらないだろうなって勝手に思ってはいたけど、うん、もうあんな仲良さそうにさなんかボケたり突っ込んだりさなんか先輩後輩なんか強 みたいいいななんかいい関係だよね確かによく考えればさ敬語感なかったよね雄大そう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 ああそうだねいやそうだねだから西くんもよりフランクに話せるしねなんかあんまりそういうのもさ全然いいよタメ語でもみたいな感じになる西くんのスタンスもさうん,うんうんうんめっちゃ相性いいなと思ってねえ面白かったあのもうほんと私やってみたいもんねあの壁を持っちゃ家を持つおじさんのやつポーズとか <laughs> <laughs> 本当にやりたい, <laughs> い私そういうのすぐやるタイプだから <laughs> 確かに <laughs> 確かにだった <laughs>。そうだね。うん。ここがなんだかんだ一番なんかツアーっぽい観光を楽しんでるって感じじゃなかったあ確かに。そう言われてみれば、この二人が一番いろんなとこを巡ってたね。そうそう。だってさ、まあなんか階段登って、なんか壁画見て、まあ、壁見て、うん、カフェ行って、ッカかマリ行って、パッピンス食べて、だからすごい充実してるんよね。確かに。そうだね。うんうん。めっちゃ食べ,食べたり飲んだりもいっぱいできてるもんね。そうだってさ、その、そこと、 と違うあの MJ たちのグループね <laughs> <laughs> 確かにハンバーガー3人で1個だったもんね。めちゃくちゃあれかわいそうだったよね <laughs> <laughs> そうそう <laughs> なんかあの、西くんたちにとってさ、たっかんばり、スタッフさんに分けて一緒に食べてたしね。<laughs> 確かに確かに。うん、なんかすごい食、食も充実しててね、すごい楽しそうで、めちゃくちゃいいなと思ってさんうん、うん。確かに。本当にここがツアーっぽかったね、本当にね。うん。で、MJ、たける、たくみの3人がソウルタワー登るやつで、ここも面白かったよね。<laughs> 確かになんかさ、本当あの王子、後藤くんさ、本当に後藤くんも絶妙に面白くないよね。 そうな。なんかカブトムシだっけ？なんか取ってきまーす。みたいなそう。しかもその後カナブン取ってきます。みたいな。なんかちょっとなんかもう。<laughs> すごいね。後藤くん本当様子おかしいよね。様子おかしい。なんかさ、あの、そのままでもさ、十分王子でさ、王子キャラとしてさ、貫いてもいいのに、やっぱりちょっと面白いことやりたいんだね。うん。血が騒ぐんよ、きっと。そう。でもね、そこがね、いいとこよ、彼の。うんうん。そうだね。深みを与えてるよね。うん、変な感じ。変なそ,そうそう。<laughs> 面白いのがね。うん。あと、やっぱり、小崎くんはさ、いじられたりさ、突っ込まれたりするじゃん、結構。うん。だけど、やっぱ彼はさ、いつもなんか優しいよね。あー、確かに受け答えとかね。 うん。あとなんか、最後さ、タワーの上から景色を映してさ、これで皆さんも韓国に来てる気分になってくださいとかって言ったりさ。うん,うん。そう、なんか共有してくれるなんかそういうのあー、優しい。ね、なんかサービス精神旺盛っていうかさ。あ、そうだよね。俺今韓国来てるんだ。みたいな実感湧いてる感じも可愛かったしね。<laughs> そ,うそ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 う。あとは、やっぱ盛り上げ隊長の MJ だよね。MJ はずっとやっぱなんか元気でいいよね。いや、ほんと、ウェンジャちゃん並みに元気だよね。<laughs> 出るいやほんともうやっぱこういう人ってやっぱねほんと場を明るくして盛り上げる華やかになるからさその場がうんうんうんいやほんと、ね、いいよねねなんかさあとマンネがさなんか先人切って英語話す感じもよかったよね <laughs> 確かに確かにうん何て言ったのみたいな <laughs> それもなんか面白かったし、えー、みんながねそうそうそう,そうしかもここはさ結構3人だし7万5000ウォンだっけ もう、一人当たりの金額が少なくてさ、もう、ハンバー、さっきも言ったけど、ハンバーガー一個だったじゃん、三人で。うん,うん。そう。で、なんかそこでなんか、電話して他のチームにおねだりしてる感じもめっちゃ良かったね。確かに。あの時のみんなめちゃくちゃ可愛かったもんね。そうそうさあそこ三人ともめっちゃ面白かった。なんだっけ例えばですけど、だっけあ、そうそう。ちなみに、みたいな。あ、そう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 。ちなみに、みたいな。ね。何回ちなむんだっていうぐらい、ちなみにが続いてめっちゃ面白かったね。<laughs> めちゃくちゃちなんでたもんね。<laughs> そうそうそう。いや、ここはさ、外 かととボケとツッコミのバランスが3人取れててめっっちゃ良たよね。うーん、だからさ、この3人になったんかもね。あ、わかるわかる、そうかも。うーん。てか、Vlog 自体はさ、めちゃくちゃ今回満足度高くなかった。そうだね、5本とも、本当に、すごい見応えあったし、いろんな良さを知れたから、うん、さらに会えないのことが好きになったな。いや、わかる。てか、でもやっぱりうちら的にはさ、ちょっとフェンファンまさにやばかった。 やっぱりいや、ちょっと、いや、わかるわ。ね。なんか、だってあれでしょフェンファンのさ、まさにーへの愛がすごい終始伝わってきてたけどさ、うんうん、なんか最後さ、プレゼント交換したじゃん、ギフト交換。うん。そう、そん時にさ、まさにーがさ、フェンファンにあげたなんかぬいぐるみがさ、なんかフェンファンがさ、まさにーだと思って貼ったシールに似てるやつ。うん、そう、なんかそれさ、まさにーをモチーフみたいなしたマスコットっていうのがめっちゃ良くなかった。わかる。やってかどっちも良くない。なんかさ、エアポ っっと選んで俺がずっとそのののまま持ててるのを見てたのみたいなさなんかあー確かに、うん、かそうそうそうすごくいいプレゼントな上に今度は俺だと思って持っててったもうなんかどういうことなんてやったもん <laughs> そうそうそうてかそもそも私さ友達とああいうなんかギフトショップまずそんな行かないしなんかプレゼント交換しようとかやったことないしその場でね、うんうん、なんかすごいいい展開だよね、うんうん、そうしかかもさささなななんかなんならさそのこの前さ 韓国から帰国したじゃん、うんなかどうやらあれじゃんもうフェンファンつけてたんだよねまさにのあれをそうリュックにめちゃくちゃまさについてた。<laughs> <laughs> もう、マウント取られたね、ファンは。そうだね。まさや乗せ取るよ、と思って、リュック。ね。うん、いや、でも許すよ、フェンファンなら。もういいね。いや、ちょっとここのケミは、だいぶ強いよね。うん。いや、なんかさ、僕、まさにーの、関するケミってやっぱもう、大好きな田島さんとかさ、うん、キムマキとかさ、もう、キムニシとか、いろいろあるけど、うん、いや、ここへ来て、うん。なんて言うんだろう、フェン、キム、え、キムフェンフェン、フェン、フェンマサフェンマサかな <laughs> 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 ちょっとこれ知らない。<laughs> ちょっと教えていただきたいんだけど、どなたか。そうだね。うん、フェンマ様熱いよね。いや、熱すぎて、ちょっともうびっくりよ。ね、そう、今までデビュー圏外だったのに、一気に上位に食い込んだぐらいすごい気味だよね。<laughs> <laughs> 急にオーディション始まってた。<laughs> そうそう、オーディションだからね。<laughs> あとさ、もう何回もさ、まさやと一緒だからって言いたがるフェンファンめっちゃ可愛いよね。でもそこ、デート中のほんと会話だよね、マジで。うん、えー。そうで、まさにーもさ、もう分かったからみたいなちょっともうちょっとうんざりする感じもめっちゃいいよね。分かるわ。もうほんとなんかね、何を見せられてるんって何回も思うんだけど、それと同時にもっとやれって思うこの複雑な感情。<laughs> <laughs> 複雑な純情な感情だよね。そう、三分の一のね。寂しいですね。ね<う> <laughs> そういやほんといいもん見せてもろったって感じ。ねあとドーナツもさすごいよかったね。最後の方のチョイスも。あー確かにあの、小ラバターだっけ。うん、小豆バター。小豆バター。うーん、あんこバター。なんて言うんだっけ。まあなんかとりあえずさ、名古屋の違うとか言うのもよくないまさにが。いいねなんかふるさとのことをね、思い出す感じ。うん、うんうんうん。てかさ、マジで今回さ、韓国だったから良かったものの、もし東京でこの同じようなやつやってたら、もうすぐく ファンがさ殺到してたよねそこにうん確かに、ね、そこ検索してさ、そこなんだ行こうみたいな感じになるもんね。え、絶対なる、なんなら行くもん、だって。<laughs> そうだよね。だってさ、<laughs> 今、今ちょうどさ、フェンファの話してたけど、そもそもは高牧のさ、あの、UFO キャッチャーで撮ったやつ買おうかなとか言ってたもんね、さっき。<laughs> そうそう。なんかさ、特定班して浴るじゃないと、ファンには、ツイッターとかで。うんうん、そう、なんか特定してる方がいたから、ちょっとあのぬいぐるみ欲しいな、みたいな。<laughs> <laughs> <や>すごいよね結構。結構ガチ目で買おうとしてるからね、今。いや、そうそうそう。知ってる知ってる。てる <laughs> <laughs> そうそうそう。あともう一つさ、マサギーとフェンファン着てたアーティシャツがユニクロだってしてさ、買おうとしてたよね、それも。<laughs> そう。なんなら明日買いに行こうとしてるからね。<laughs> それは近場にやったからね。すぐ買えるから、ね。<laughs> 今回この Vlog を通して新しいケミというかまたなんかより,よりメンバーのことがうちら知れたじゃん絡みとか含めほんと今後の活動でわちゃわちゃするのがさやっぱりさ楽しみだよねそうだね <music>